外出るの久しぶり。学校行ってない。お前、会えてよかった。この間のこと突然怒鳴ったりしてごめんな。あいつら同じクラスの連中だよ。お前が来てくれて助かったよ。本当は気の小さいやつらなんだ。そんなやつらにすらビビっちまう。励ましてくれてるのか。それよりさ、ここが なんか取り込んでるみ。それじゃあな、また連絡するよ。早く連れてって。
平気。ちょっと。何あの人。ねえ、話しかけてきて。何かしてるみたい。気になるから小坂明の調査。おや？あな、怪しい。道理で道行く皆さんが私にチラチラと視線を投げかけるわけ。しかし、おかしい。あって、わた、おっと、もしよ、この辺りのデジタルウェーブ値に異常を発見。私と同じだ。おや。これはこれは、奇遇ですね。その、最近の。おう、ほうほう、それは。え？実は私も、同じスインダーです。よろしければ、ご一緒に。この人、いい人。ご覧なさい。ここい新宿のどこからこんなにたくさんのデジタルウェーブが流れてくる。いや、仮想空間とは違うと決めつけてはいけませんよ。そっか。一般的にはデジタルウェーブは大きな交通網が敷かれている場所にもそれと似たエネルギーがとどまる。その通り。特にここ新宿。しかしそれを踏まえて、まさか物理体が情報体へと変異する瞬間を守る。デジタルウェーブが局所的に高まる。デジタル体への変異、変態。デジタルシフト。中はどうなっているんでしょうね。私たちも行こう。だって楽しそうだもん。駅の中だ。さらにデジタル。現実にデジモンが現れるなんて。つまりここは現実世界でありな。つまりこの空間では人為的な感。お分かりになりませんか。これすなわちプログラムを用いて現実世。ハッキングできるってこと。ご名答。まだ部分的なものであるこの現象が現実で不可能だったことが可能になる。いやはや、あなたはなかなか熟。ひらめきの反射速度が通常とは違う。ひょっとしてあの。なんで私の名前は。やはりいました。おや、君もイーターに。イーター？へい、あれも私の研究対象。気をつけてください。エデンであれに捕食されると。データは侵食。詰まるところ、バグ。この空間で我々の体がどれだけデジタルシフトで。ものは相談なのですが、デジタルモンスターにイーターへの耐性があるかどうか実地調査をし。それに後ろ襲ってきますよ。絶対に負けられない。
追わなくて結構ですよ。データイーターと接近しても異常はない。それが分かっただけでも今の戦いは大きい。対抗方法も分かったことですし、これおい、誰かそこにいるのか。まだ調査の邪魔はされて、あなたたちはもうお帰りなさい。待って、まだ話を。お前さんは龍神とこのエリカちゃんじゃないか。こりゃいけねえ、急いで外に運ぶぞ。あら、お前さんもついてこい。お医者に話を聞いてきた。エリカちゃんはひとまず大丈夫のようだ。お前さん聞いてなかったのか。俺の口から言うのも妙なんだがな、エリカちゃんは脳に串な、あれはもう何年前にだ、エリカちゃんとご両親が乗ったその事故が元でご両親は亡くなった。珍しい症状でどこの病院でも治療法が見つからなくてな、このセントラル病院でようやく治療らしい治療を。エリカ、落ち着け龍神、エリカちゃんは大丈夫だ。又吉さん、すいません。なに、俺はたまたま居合わせただけだ。お前の顔も見たことだし、そろそろ失礼。すいません、礼はまた後で。そんなもん気にすんな。お大事にな。あ、ロビーで待っていてくれ。面倒をかけた。好きなんですか。私も好きです。でもいざ自販機の前に立つと、まあなたのおすすめはありますか。それを選ぶ。通常のシルコ缶に大幅なアレンジを加えた人気商品、リピパン粉とチリペッパー、甘みとか2つの相反する風味を。何より私が一番気に入っているのは、無理やり飲むとき飲み口のところに餅が詰まって、それを考えるのも。この式典を先ほど高さ1メートルの巨大と他におすすめ。己の指、そういうところもきちんとして。やっぱりあなたは他の人とは、ではちゃんと自分で取ればいいでしょうか。店へ戻るぞ。エリカは 2,3 日入院する。そっか、入院になっちまったか。言っておいて欲しかったって。言って
どう聞いていればエリカを外に出さなかったか。エリカを閉じ込めておけ。そうすればあいつが喜ぶとでも。お前に話せば解決したか。お前がいろいろ大変なんだあいつ。両親気にすんなって。そや又吉さんに会ったんだってな。元気だ。あの人には昔よく世話になったんだ。柔道の。ま、この話はそのうちな。ともかくお嬢が戻ってくるまでチームとして。
さあ行こう。無理は禁物だ。みんなのおかげだよ。さあ行こう。うれ、いっけみんなのおかげだよ。なんとかなったね。
私だ。犯人探しは順調。そうか。茅場も犯人だ。
なぜそんなことを聞く？なるほど。私の情報の真偽を疑う。私と直接会って話がしたい。確かに。君は信用に値する。いいだろう。それでは明日、エデンのオープンスペースで。Yeah.